ンゲン、あずささん、あずささん、はい、釣りたいんすよ。ですよね。あの初心者なんですけど、はい、もう難しいですよ。だからバンバン初心者でも釣りたいんすけど、はい、どうやったらいいですか。まあそういうこともあろうかと、はい、今日はあるんですよね。ある、はい、ご覧ください、こちら出たー、首名護、首名護で、オキアミ、オキアミです。はい、ということは、はい、深瀬釣りが始まります。やっぱあれですか、初心者餌釣りの方が最初はいいですか。はい、やっぱり餌の方が食ってくるので、はい、でやっぱアンカーを打って固定もされてるし、はい、比較的攻めやすいかなと。なるほど。で餌を撒くことによって匂いで魚が集まってくるので、はい、このポイントを探すというよりはポイントを作るっていうような釣りになるので、はい、やはりそういった意味でも初心者でも釣りやすいかと思います。なるほど。僕でも釣れますか。釣れます。じゃあ楽しみですね。はい、今回はじゃあ初心者ということで、はい、させていただいてよろしいでしょうか。はい、ということで、はい、僕がカメラマンします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、これまずちょっとあの、はい、タックルの方なんですけど、はい、これから教えていただいてよろしいですか。タックル、これはもうバラバラで、はい、結構ピンキリというか、まあ、いろんなタックル使う人がいます。はい、で今回はですね、初心者が遊べるようなタックルということで、はい、まあ、これはトラウトロットです。ご覧ください、めちゃめちゃ柔らかい。トラウトウッドだ、はい、トラウトウッドで大丈夫ですか。大丈夫です。これはあれですね、あの安田さんなりの、 あの気遣いというか、はい、ただ釣るだけじゃ面白くないだろうということ。そうですね。でよろしかったですか。はい、もしでかいのがいたらもうタックルすぐに変えた方がいいんですけど。まあ多分大丈夫かと、まあ、大きくても50センチぐらいですかね。はい、ですね。基本的にはだいたいこの釣りする人は P1.55 にリーダー8号とか、はい、それぐらいでやるんですけど、はい、まあ、今回はですね P0.85 にリーダーはフロロの4号を入れてます。はい、まあ、これは食わせ重視ということで、まあ、ライン補足してるんですけど、はい、まあ、でも本当に大きいのを取りたいって方はもう8号とか、まあ、10号ぐらいのナイロンもしくはフロロ、はい、入れた方がいいです。ただ今日はもう初心者向けということで、比較的ライトのやつで遊びたいと思います。比較的ってめちゃくちゃライトじゃないですか。おかっぱりでもライトです。ただおかっぱりよりは大きいのが取れるんですよね。縦の釣りなんで。なるほど。横の釣りだとやっぱ切られちゃうんですけど、はい、縦なんで割といけます。なので小、まあ、陸からおかっぱりから50センチクラスをこれで取ろうと思ったらちょっとしんどいんですけど、はい、まあ、上からなんで、まあ、ある程度おかっぱりに比べれば取れるという感じで少しタックルのパワーを落としてですね。ちなみに針はこれはチヌ針ですか。これはタマン針の一番ちっちゃいやつなんですけど、はい、まあ、チヌ針とかでも大丈夫です。はい、で単にもう針をつけるだけ。そうです。で、まあ、潮の流れ見てやっぱり同調させないと食ってこないので、はい、巻き餌がバーっていって、はい、例えば違う方向に付け餌が落ちていくような状況だったら、はい、ガン玉打って合わせるというような感じで。で初心者とかやっぱりこの沈んでいってる感覚がつかみにくい人とかは、はい、やっぱりガン玉を入れた方が分かりやすいので、はい、そうですね、はい、あのそういうのは臨機応変に対応してもらえるかと思います。だいたい準備するガン玉は、2B から 5B ぐらいまで揃えとけば、まあ、無難かなと思います。はい、なるほど。ちなみに僕は鼻からガン玉打ちたい派ですけどね。分からないっていう。今日は打たせません。ということでよろしくお願いします。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ早速餌の付け方を教えていただいていいですか。いや、その前にポイント作りからです。あ、なるほど。ポイント作ります。ポイントを作る。はい、餌はマックスバリューで買ってきました。いいじゃん。自分のやつで釣り具屋より安いんすよ。なしですか。なしですよ。じゃあポイントです。はい、結構最初はこうやってですって沈まるんですよ。あ、沖合にも。で結構こうやって空気を抜くんですよ。あははは。そしたら結構沈まるんです。なるほどなるほど。はい、餌の付け方ですね。はい、お願いします。はい、まず目から通します。はい、それをくるんとひねって体に通します。はい、これ OK です。餌の付け方も重要ですよね。重要ですね。結構すぐ取られたりするんで。はい、じゃあとりあえず、はい、じゃあまずやってみましょうかね。どうぞ。はい、じゃあスタートしました。スタートしました。でこれ今餌を落としてますね。
で当たりが出るときはもうラインが一気にバチ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 って走るんで、はい、そしたらベールを締めて合わせるって感じですね。ベールをこう締めてからバンってやるってことですね。はい、そうです、はい、スピードが変わるんで、このゆっくりラインが入ってたのが急に速くなったりとか、まあ、その場で食うやつもいるんで本当にあの注意しながら送らないといけないです。何が来るのかな。 TT が来ます。 T 取れるんですか大丈夫ですかB さん、触らないでくださいよじゃあ、30号ぐらいつけてくださいフルロックで一旦回収しましょうか。はい、ご覧ください、キビナゴだけでこの曲がり。はい、OK です。はい、お願いします。で、こまめに巻いていきます。正直こう音でも寄ってくるんで、音も立ちます。これは嘘です。当たりがなかったらちょっと投げてフォールさせても大丈夫です。まあもう一回そこ取ってカウントダウンするとよりいいですね。20秒でつくとか30秒でつくとか覚えてたら。ちょっと投げてみましょうか。はい、もうそこを取る自信がありません。はい、大丈夫です。自分の中で秒数決めてたらいいですよ。40秒とか。お、よっしゃ、来た来た。マジで。お、でかいでかいでかい一発で来た。わー、でかい。やばいやばいやばい。あー、やばいやばい。あー、竿が柔らかいからよし、うわー、楽しい。やばいやばいやばい。よし、なんだこれ。なにこれ。お、口の味。ちょ、はい、釣れました。おい、釣れました。おかしいな、一撃で釣れてるなんでなの。ちょっと攻め、ちょっと難しいっすね。なんであっさり当たるん。なんですかこれ違う餌を使ってますねマグロマグロはい、じゃあこちら落とす、落としたらいいんですか。はい、投げます。投げますよね。やべえ、全然自信がない。おオッケー、乗った乗った乗った。あ、これ軽いな。え、石見かな。外れたっすね。外れたか。いや、フッキングが甘かったっすね。甘かったっすね。くるって分かりました。食われました。やった。これは次釣れますね。これこれはいけますね。いやだ、ワンちゃん逃したとか絶対嫌だ来てくれ。もう来てもおかしくないけどな、この辺来てないですかこれ。ほら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 、来てる来てる来てる。オッケー、乗った乗ってる乗ってる。あ、外れた。うそー、あれでもダメなの遅かったっすね。遅かった。ライン出てました。初心者に優しくないな針が血粘りぐらいだったら楽なんですけどね。ちなみに今当たりが全く分かってませんでした。僕は画面越しで分かりましたメンタルポイントはほぼゼロですさあ、今ここ我々がやっているポイントの下、すごい綺麗なサンゴ礁になっております。ということで、はい、初心者でも簡単に釣れるということでしたが、釣れませんでしたというか今回あれですね、一応上級者の方が楽しめるようなタックルで楽しませたら釣れなかったということですねあの腕の差がはっきり出ましたね。あずささんは
3頭2匹ぐらいですかね、はい、私の方ずっとやって1バレでした。残念まあでもこんな感じで、はい、タックルもそうですね、やっぱし初心者の方はもうちょっと強いタックルで、そうですね、やればいいのかなと、はい、ったところですね。でガンダムもしっかり打ってやりましょう。そうですね、あとナイロンがいいですね。あ、ナイロン、はい、あ、リーダーナイロンがいいですか。いや、リーダーじゃなくて道糸もオールナイロンがいいです、ね、あ、オールナイロンがいい、はい、それはどういった理由でしょうか。ナイロンは糸がたるんでても当たりが出やすいんですよ。なるほど。 P ラインは糸がたるんでると当たりが出ないのと、あと浮力があるんで潮に持っていかれやすいです。そうですね、実際餌が下に沈んでいってて、その上の層でこう膨らむんですよね、 P は、うんうんうん、なんですけどナイロンは膨らみにくいので、そういった面でもやっぱりナイロンの方が初心者向けですね。そうですね、値段的にもナイロンの方が安いのでそっちの方がいいかなと思います。はい、あずささんと、私が釣り比べたらこんな結果になりましたというのが今回の結果です。はい、はい、でも楽しかったんで、はい、次はですね、はい、ちょっと本当に釣れるタックルで、そうですね、やろうと思います。はい、じゃあ、今回もありがとうございました。はい、今回もありがとうございました。